えー、それでではミサオケント選手です、まあ、ジュビロ戦振り返って、まあ、悔しい引き分けだったと思うんですけども、まあ、この試合ベンチから見ててどう見てましたうーん、まあ、チャンスをもらった選手たちはやっぱり一生懸命やってましたし、あのー、セットプレーから先制点を取って、まあ、そのまま逃げ切るっていう形を全員が思ってたと思うんですけどあ、まあいうパワープレーで。 ピだ、を与えてしまって引き分けで終わってるんで、まあ、すごいもったいなかったなというふうにベンチから見てて思いました、うんまああの決めれるシーン2点目が取るシーンが何回かありましたよね、まあ、そういうところやっぱ決めきるか決めきらないかで結果的に、まあ、事故みたいな失点なんですけどもそういう形になってしまったのかなと思いましたけど,ケントどう思ってた、うん、やっぱりあのカウンターの場面だったりの、うん。 チャンスで1点、この1点入ってないからちょっとまずいなっていうふうには思ってたんでまあやっぱり決めきるところでしっかりと決めないとうんまあ引き分けだったり負けの試合になってしまいますし逆にあれが入ってればもう相手はそこでもう勝機を失うと思うんでまあそういうところが大事かなと思いました十、うんね、ロ戦は残念な引き分けになってしまいましたけど、まあ、すぐまた。 次はね ACL の天県がありますこの試合は間違いなくねケントのプレー見られると思うんですけどもどううですあの気持ちはもう盛り上がってきてきますいやまだあんまりそこまで興奮はしてないんですけどやっぱり次の試合が一番というか1試合目はすごい大事っていうのは思ってますし、まあ、久しぶりの ACL なのですごい楽しみな気持ちが強いですね。 まあ相手は、ね、あのこのウィンドウで外国籍の選手が抜けたりというのもありますけどもただ、油断にならない相手なんじゃないかなと見てるんですけども、はい、そうですね、あのまあ2人まあ、1人は移籍して1人は今、あまり練習してないというふうに聞いてますけど、まあ、それでも前線には、ね、スピードを持った素晴らしい選手がいるんで。 まあカウンターを間違いなく狙ってくると思いますしま相手はアウェーなのでしっかりと引いてカウンターを狙うと思うのでそこのリスクマネジメントとまあアウェーゴールを与えないということが一番大事かなとま守備目線では思いますますああね、あの初戦、ホームですからここをね、ねね、しっかりり勝ち切りたいですよ、ね、そうですすよそう第1戦でしっかり勝つというのが次に繋がると思いますしまあ今、 まあチーム全体として戦えているのでそれを引き続き継続してまあホームなので必ず無失点で勝って次につなげたいなと思いますあの最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします、えーまあ、夏休み最後のホームゲームとなると思うんですけど、まあ、ACL は僕たちが絶対取りたいタイトルでもありますしうん、まあ、そのためにも1戦目をしっかりと。 全員で勝ちきる必要があるのでぜひスタジアムで僕たちに力を与えて一緒に勝利を分かち合いましょう。期待しまますすありがとうございます